はい、おはようございます。おはようございます。いよいよ、14、15、16と、同時に盆栽フェスが開催されます。はい、で今、続々とですね、もう品物が集まってきてますんで、それのご紹介動画ということで、はい、たくさんいろんな種類があり、お安く用意してますので、ぜひご覧ください。生徒の出品の紹介ですね。そうですね、そうですね、今日は生徒の紹介になりますんで、はい、はい、でですから値段もまちまちですので、バラエティに飛んでて楽しいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということですね、ちょっと棚場はもうだいぶ並んできてるんですけど、まあ、心拍は都知事の方でもたくさんあるんですけど、松江さんの方もいろいろと自分でね、こう作って出品したやつあります。これなんかね、すごいもうおすすめです。これすごい、これ6000円ですからね。6000円これだから生徒さんが自分で作ってもう出しちゃおうって、うん、これもう一押しですね、心拍。はい、こんなのとか、あとこれはだから全然、まあ、お遊びで作って1000円です、これ。1000円なんだ。はい。ね、こんなようなやつも、多分だ、これも作って遊んで、もう、販売しようということだと思うんです。で、今回は、結構ね、棚場を減らそうという、いろんな趣旨があってですね、はい、生徒さんの。泣く泣く出すという、お安く出すという人が結構いっぱいいます。で、これは、これもね、これ安いんですよね。これ、ちょっとね、お値段出せないんですよ、安すぎて。安すぎてお値段出せない。安すぎてお値段出せない。ちょっと見えちゃうかもしれない。まあ、古い木ですもんね。これね、黒松の古い木ですよ。うん、で、これが、ね、1万円台なんです。で、はい、多分見えてますよ。あまりにも安いんで、はい、ちょっとお値段まだわからないですけど、はい、多分1万円台で出ますんで、うん、お値段は来て、確認して買っていっていただければと思います。わかりました。足元ね、これバカじゃないんですよ、ゆすらゆすらと、うん、でキュッとあって、ちょっとね、この大木感がすごくあると思うんで、そうですね、これお買い得です。飾れそうな、はい、私が見ていいなと思ったのがこんなところあります。で、あとはですね、これも生徒さんが、先ほどもう棚場整理しなきゃいけないということで、はい、持ってきた、これは缶組ですかね、うん、これが7000円。はい、もうね、できてますもんね。できてます。これ足元いいじゃないですかね、このね。はいはい。これ包帯取るそうです、後で。包帯は取るそうです。こんなのとか、これも牢屋履き。これね、ちょっとだから起こして模様着にしてもいいと思うんですけど、うん、まあ、サイズ的にもね、商品で。これちっちゃくてね、これ3000円だそうです。3000円。3000円。で、これが、そっちが正面かな。これも一生懸命セッサン作ってね、もう手放しちゃおうということで。うん、これが、なんか5000から6000ぐらいの間でしたよね、うん、って言ってました確かそれくらいみんなどうしようかって言って赤松ですね。赤松ですね、はい、このやつも出てます。だから当時の生徒さんが、うん、なんていうか、当時でしっかりめに教えてる感じの、うん、そうですね、ちゃんと作って基本忠実というか、はいはい、だから結構で、ね、このできてる木もそうですね、いい木が多いっていうイメージですね。仕事さんなんですけど、まあその分安くね、で出すっていうことなんで、うん、こういうものがだからちょっと針金とかね、かけたままになっちゃうと思うんですけど、はい、そういう作った木っていうのがね、結構いっぱいありますんで、うん、安いと思います。はい、であとは急いでですけど、はい、私が追加で持ってきたやつをちょっと紹介しますね。これは前紹介した感じのやつ、ね、ものたちですね。はい、でこの辺がたくさん、まあ、いつも仕入れてくる先輩のところが蝦夷松ですね、うん、これもどうしようかな、2000円ぐらいでどうですかねと思ってるんですけど、はい、で図書だとか、これの心拍だとか、ブドウ、ノブドウですね。ノブドウも結構面白いのが、太いんですよ、みんな。ブドウとか珍しい。ブドウで実がついてるやつを今回、選んできましたんで、はいはい、はい、これもいいじゃないですか。そうですね、これもちょっといくらか3800円ぐらいかな、イメージ的に。あとはこれ紅蝶木で、これも、姫章です。2つ紅蝶木ってもともと葉っぱちっちゃいんですけど、2種類あって、でその中の小さい方を全部、小さい方のなおかつ曲のあるやつを、選んできましたんで、これ辺もちょっと、はい、出したいと。あと青つづら富士、ここら辺も実が全部実がついてるやつだけ持ってきました。こういうね、青つづら富士、これちょっと値段はまたこれからですけど、はい、いうことで出したいと思います、うん、はい、はい、あとこれか、これも面白い、こういうのとかね、こんなのとか、こんなのとか、これはこれはイボタかな、イボタはいいですね、どっちもいいですね、うん、ちっちゃくてね、はい、ちっちゃくて、これはちょっとお値段しちゃうかもしれませんけど、こんなやつを、イボタ3つあるかな、あ、これなんか面白いですね、うん、足元すごい面白いですよね。そうですね、まあまあまあ、こんなようなやつをちょっと用意しましたということですね。で、
そして新藤さん、ね、昨日、はいはい、大量入荷しましたんで、大量入荷したんで、ちょっとあちらでまた戻って、はい、これは見本なんですけど、見本一応ちょっと新藤さんから預かってきました。でかいですね。これはね、見本です。で、いいじゃないですか、これ鉢が揃ってて、ほうほう、なんか龍神大神みたいな。風神雷神ですか。風神雷神。そうそう。これ後でつくばれるやつ。はい、でこういうね、神道さんが、お友達の山へ行って、うんうん、本当に取ってきたやつで、こういう。何なんですか。これはね、姫うつぎ。姫うつぎ。うつぎ。で、こちらが、ね、これ面白いと思いません？これ、山ならではのこの変化というか、これは山鳥の玉アジサイっていうやつ。アジサイ。アジサイで、ここにね、実がなってね、アジサイってほらもう6月とか花だと思うんですけど、もうちょっと遅く咲くんじゃないかっていうことで、でこれは、見本だけじゃなくて、なんか出してよっていう話をして、でこちらこれね、もう一品物なんですよ。もう山鳥だから。さっきのやつ、アジサイ。そう、さっきの玉アジサイ。でこれ3800円ですから、これも入り物鉢1個しかないです。ここね、頭ちょっと取っちゃえばいいんですね、綺麗にね、はい、すっきりこの変化ですね。それともう一つ安いのは、ここにも1500円でありますんで、これをまた作っていくっていうのもありますね、同じ種類、はい、まあ、変わった山鳥のね、木なんで、うん、はい、新藤さんが掘ってきたってことですよね。掘ってきた、自分で自らこれ滑って、ファンは必ず欲しいやつ、欲しいやつですよ。でないですからね、こういうのね、はい、そんなのがあります。それとあと小白類のここら辺もおすすめで、これ安い、千字丸、3800円、新藤さんのちゃんとでもね、手が入ってるの分かりますね。ね、シントさん丁寧に作ってると、ショーだって、これも3800円ですよ。はい。これシントさんこれ出されちゃうと、私の方が高くなっちゃうんですよ、ね。安くしてもらわないと。安くしてもらうと。で、これは、いい、これは、これいいじゃないですか。かごみやさん、じゃ、うん、かごみやさんと、シントさんの合作で作った、これのお値段ちょっといいです。これちょっと、これ一番高いです。でもいいですよね。1万円以下で買えないですよね。うん、こんなちっちゃいやつを。で、あとは八つぶさ、蝦夷松、うん、これ鉢もいいやつ、これもいいじゃないですか。いいですね、これ5000円なんですよ。で、赤松、ちっちゃいのでもこう綺麗に、ね、作ってますね。すごい、うん、これバラエティに富んでますね。で、赤松も1本、これはね、私が欲しいから6500円にしてもらったんですけど、この変化が買うつもり、安くしてもらったから。いや、余ったら買います、これは、はい。シャリ入ってる。シャリ入ってる。これもソナレ。だから1本ずつね、シント、これ4500円。これ鉢がまたいいんですよね。鉢もいいし、木もいいですよ。鉢が3000としたら1500円ぐらいみたいな、ソナレ。だからこれみんな違う種類ですよね。バラエティに富んで。いいとこかな。あとね、あ、これもすごいんです。これはね、何それ。これすごいでしょ。これイボタ。イボタ。うん。で、なんと鉢入れ替えたんですって言って、尾行の鉢に入っちゃってるんで、あららら、らこれはすごいです。これで8500円、裏見せてください。ここだから裏になって、ここ裏になってるんだ、うん、まあ、これは好みです、好きか嫌いか。ただ正面から見たらやばいですね、これ。もう、あ、ごめんなさい、こっちじゃない、裏じゃない、こっちだ、そっちだ、こっち、うん、もう野手に飛んでるって感じですよね、うん、これは欲しい、はい、これ一品物。おいくら？はい、8500円。85です。これちょっと欲しいな。ね、これいい。それと、いいものを先に紹介しちゃうと、これは、私は、秋直さん、鉢の方が、町直さんのお弟子さんの秋直さんという、この鉢もすごくいい鉢で、はい、私は、とりあえず1万円つけといてって言って、売り残ったら私買うからって言ったやつです。あ、なるほど。これも早いもん勝ち。で、ここら辺のやつは、もうなくなったら私全部買いたいぐらい。で、日村さんはこの値段でも全然欲しい。全然欲しいっていう値段です。値段。はい。余ったらもう、ほんと全部買ってもいいぐらい。確かに、はい、僕買っちゃおうかな、じゃあ、ね、というようなことで、ね、でね、本当に一品物なんで、小白はだからこんな感じなんですよね、はい、であとね、一個すごいのがいっぱいあるな、本当にこれ、ああ、この土佐水着、これも私はもうすごいじゃないですか。株立ちになってんだ。株立ちっていうかね、でっかい株やつを分けたんですね。なんか新藤さん動画で一回紹介したことあるみたいなんですけど、こっちも面白いですね、これがね。もう本当に 山っていうかね、
天然物みたいな、これ1万5000円にしてって言って、これは私はでも一番欲しい、実は。あ、そうですか。うん、売れ残ったらもう神道さんに宣言しちゃおう。うん、売れ残ったら私買いますって。ここの今どれでも机の上にあるやつを全部買うと、うん、買うぐらい。あ、これもそ、これも1個あった。これ7000円です。7000円、畳み込み、はい、ということで、これも畳み込みですね、うん、そんなようなものがあります。いっぱいあります。あ、これもいい、これ脇組み、これほら、あ、これいいですね、まあ、ここは少しちょっとねやれば削って脇組み、うん、7000円。はい、ということで、あと新藤さんの欅シリーズをちょっと行きましょうか。あ、まだあるんだ。はい、いやいや、で一応それで終わりにしましょうか。はい、はいはい、これが新藤さんシリーズですね、うん、で、新藤さんといったら欅、欅で、この辺は全部800円。いいです、みんな形が将来性のあるやつですね、この辺の。何年ぐらいですかね。これね、5年目ぐらいだと言ってました。これって5年で作って、これね、ちょっと寄せてあげて、未生からやって、未生からやって、あと根っこどうなってるかね、うん、まあ、知りたいですけどね。そうですね、まあ新藤さんなんで丁寧にやってるんだと思うんですけど、うん、まあ、これのやつが800円シリーズで、欅のね、すっごいいいのがあったんで、ちょっと値段がグッと上がるんですけど、この辺のこれはね、取り寄せたやつだしって。新藤さんも本当は手放したくないんだけど、5000円ついてます、これと。私は実はこっちが好きで、ね、優しいですよね、この作りが。あ、うん、ものすごい優しい作りで、かんぬきがない、綺麗にね、作ってあるんで、で、端性がいいんですよね。これはまた特に新藤さんお気になるんで、1個だけ6000円ついてますけど、これもいいです、うん、もう、だから端性がいいですよね、これね、ね、うん、ちっちゃくて小葉で、こんなやつが欅シリーズ、はい、で、目玉がこれ一品もんですけど、あれ、キヌさんあんまり出せないって言ってなかったっけ。そう、一棚しかないって言ってたんだけど、そう、昨日、一昨日か金曜日の夜、夜中にいっぱい引っ張り出してくれたら、そう、で、これはね、白いイチゴなんですって、本当の白い、甘い美味しいイチゴだそうです。これはもう家庭菜園でもいいです。あ、500円、はい、っていう。これはイチゴも食べれるし、イチゴも食べれるし、これちゃんとですね、鉢に入ってるやつ、みんな鉢がいいんで、これをね、あれ、鉢もね、三ツ山っていう、あるところでものすごく高く売ってる鉢なんですけど、あるところって言っちゃうとあれなんですけど、で、鉢材が入って6000円。はい、はい、はい、木はね、実は当時園の盆栽フェスで買ったって言ってました。木はね、そう、そんな感じの話です。あ、これいいね、これいいですね。あ、のぶどう3800円。あ、だからさっき私言ったけど、これ株になってますよね。あ、うん、これいいですね、こんなのもあります。あと、変わり物が結構新藤さんはいっぱいあるんで、何とも説明できないんですけど、足摺りってやつですね、これ。あ、足摺りって、姫足摺りって書いてありますね。こんな可愛いやつ500円。これは草で使えるですよね、感じかは、うん、今いっぱいありますね、寄せ植えとかして。はい、あとイチョウがいっぱいありますね、イチョウもあり、うん、ハゼナ、あ、こういうだからミショウとかね、ヒメリンゴ、ヒメリンゴ、ガマズミ、あれヒメリンゴってどこにありました、これか、面白いですよね。あ、寝癖みたい、寝癖かな、これ。うん、これ面白いですよね、これね。おー、これ欲しいですね、1800円。おー、いい、はい、これも余ったら欲しい、先に買えないですからね、紹介しちゃうとね。そうですね、はい、僕らは、うん、我慢します。1日目ぐらいは我慢しちゃいますもんね。そう、お客さんのために。これいいですね、ヒメリンゴね、こんなようなやつが、一品物がたくさんあります。こういう曲についてる、なんだろう、これ。あ、これなんか昨日調べてましたね、ヤンバルガンピ。あ、ヤンバルガンピ、ガンバルヤンピ。今どこかな、ということで、あと変わり物ですね、この辺のね、ヘンリーズタ、あ、ちょ、違う違う、違う、違う、どれだ、ハゼ、あ、ハゼね、私があれですね、これはこれもいいですね、はいはい、プラスチックのハチですね、セルプラスさんの、あ、なんだっけ、3D プリンター、 3D プリンターで作った鉢ですね、はい、いいのかな、売っちゃって、こんな小さく作れないんだよ、ね、大きくなっちゃった。これもね、鉢がいいんですけど、作家さんの鉢で、フィーディ・ヘンリーズだっていうことらしいですね。あ、もうなんか実がついてますね、はい、で、風が入ってるやつですね、こんなやつが、これが3800円、うん、ということで、新藤さん何しろね、種類がいっぱいあります、いろんなやつが、はい、たくさんこういうバラのバラとかね、花咲いてるやつもありますんで、うん、はい、はい、ということで、今週ですね、いよいよ土曜日、日曜日、月曜日と、月曜日祝日ですけども、朝8時から
はい、オープンしてますので、多分ねちょっとあんまりあれなんですけど並んじゃう可能性がたくさんあるんで、うん、もう早いもん勝ちで、来ていただければというふうに思います。そうですね、でも並ぶのが申し訳ないから1時間早くしたんですよ。あ、そう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 なんですよね。みんな8時ぐらいに来てください。そう、8時ぐらいに来てくれるね。あのご近所ね、あの、うん、住宅街ですので僕らも気使っちゃうので気使っちゃって、そうそう9時だとそうなんですよね。なんで、はい、まあ、あの数は品数あのいっぱいありますんで、はい、まあ、ゆっくり来ていただいて、で最終日にはおそらくまた値引きも始まるでしょうし、はい、で新都さんは、ちょっと前の日出張あったりだとかお忙しい、2日目はねボンスキー場の生配信もあるん で、 あ、そうですか、ルート忙しい中で来れるかどうか、だからその中で、まあ、1日はねどっか来たいなっていうことを言ってたら、半日になるか1日になるかと、はい、いうことで、まあ、会えたらラッキーということで、うん、どうも皆さん当事園盆栽スタッフ、はい、頑張ってますのでぜひお越しください、はい、よろしくお願いします。ちなみにですけど、はい、あ、盆栽木鉢は、あ、じゃあおまけで紹介していただくとして、はい、当事園さんの商品も、あ、そうですね、かつてないほど安いので今回、そう、そうなんですよ、びっくりするぐらいの、で当時の段段が安いから我々生徒も安くなっちゃうっていう申し訳ないですけど、ということなので私は一番高いかもしれないかもしれない、かもしれない、はい、ということで、はい、はい、もう何しろ品数いっぱいでお待ちしてます。今週末、今週末です、ですので、はい、忘れなく、はい、よろしくお願いします。おまけ、おまけコーナーです。今、大人気の、何鉢って言ったらいいんですか、これは、まあ、キュウバチ、キュウバチですか、はい、あ、またなんかいろんな新しいバージョンが、はい、うん、これが変わってますね。今までない板バージョン、板バージョンですね。このね、ミニが可愛いですよ。ミニバージョン、あ、本当だ、それ可愛いですね。あ、これはいい、本当確かに、なんかのれんみたいで、うん、はい、なんか、土は今までがこっちだったんですか。今までこれ違います。あ、違います。今までこの黒い土だったのが、はい、今回赤い土で、赤ですかね、あんまり違いがどこからと分かんないので、ちょっと紫っぽいって感じですかね。そうです、少しね、こっちの方が正直松とか心拍とかは植えやすいんじゃないかな、うん、なるほど、まあ、雑木にも合うしっていう、カンタ君はこっちの方がいいって言ってましたね。あ、こっちの方がね、はい、こういうバージョンがっていうところですね、うん、あ、これ可愛いですね。このあの凹凸がいいじゃないですか、うん、出たり入ったりと思います、これね、パッと見たら。で、こういうニューって感じですよね、これね映ってないですね、映ってない、これね、ニューって、この手の感じがいいじゃないですか、こういうふうにニューって、うん、はい、っていうイメージでいいんですか、これ。そうです、はい、引っ掛けてあるやつ、引っ掛けですね、はい、こんなのやつとか、これが多分、これ2つあるじゃん、手が込んでる、あ、それね、へえー、あ、目が3つある。そうです、はい、しかも逆側にも3つあります。おお、これすごい、スペシャルだ。そう、これ高いんですね、じゃあこれちょっと時間ですね、時間で値段つけて困る、ね、なるほど、もう今やね1万円以下では買えないという。そんなことない、そんなことない、太郎の、はい、お父さんが出てきたんですね。でこのヘドラがこの鉢に寄生し始めた時、うんうん、なるほど、でだんだん浸食していってこういう状態になっていって、あ、増えてって、まあ、最終的にこういう風になるの、なるほど、なるほど、これ大人のやつなんですね、っていう、なるほど、まだ赤ちゃんだってやつですね、うん、はい、イメージかなと、うん、ですね。あとなんか逆さまのやつってこれでしたっけ。あ、それそれ、これが逆さまバージョン、これが通常の状態、はい、でこういうの普通に植えられるんだけども、逆さまバージョン で、ね、何かこういうちょうどね豆鉢ぐらいのやつに重ねられる、ちっちゃい、これでちっちゃいかな、このぐらいじゃないですか、こういうふうに重ねられる、こういうふうに重ねて飾ることも、はい、そうですね、できますよ。ああ、なるほど、親子で、夫婦で、夫婦で、いやらしくなっちゃう、ね。あ、ちょっと。え、始まっちゃう？というわけで。ということで、はい、こちらの方も販売は。そうですね。お値段じゃあだいたい。まあ、ちょっと、もう考えて。わかんない、考えてます、はい、まだつけてないんで。はい、ということでこちらの方も。ぶっちゃけまだあります。まだあります。はい、まだいっぱいあるんですね。今日持ってこれんのこれだけだったんで。あ、わかりました。じゃあこれから値段つけっていうことで。はい、でこれを買うと、ほんほん、これが。それは大学人形かな。それは大学人形かな。カンタ君人形もあるんですか。カンタ君人形。髪の毛長いの。はないかな、ここに。なんか。あ、でもあるんですか。うん、ヘドラもいますよ。チビ。あ、ヘドラね。これはあれですね。これも可愛いじゃないですか。なんだっけ。これ可愛いじゃないですか、これ。ああ。へえ。
これは買った人にプレゼント。プレゼントということですね。はい、こういうのもありますね。はい。はい、ということで、たくさん盆栽木鉢もありますので、うん、はい、お楽しみください。